ローソンチケット。ローソンチケットではアーティストやスポーツチームなどの公式ファンクラブの入会も受付中。ローチケ .com かロッピーで簡単申し込み、詳しくはローチケ FC で検索。こんばんは。現代によみがえし忍者の末裔、忍者マンジャパンが毎月多彩なゲストを迎えてお届けするトーク番組、月刊忍者マンジャパンスタートでーす。さあ、というわけで今回なんと第16回目でございます。はい、始まりましたね。16ですよ。16、はい、と半年か。そうですね。そのぐらいまで来ちゃいましたから、まあ、今回もですね、素敵なゲストさんお呼びしておりますので、はい、ぜひともね、そちらの方も楽しみにしていただきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、何よりですね、まあ、8月に入りまして、はい、僕ら先月やりましたね。やりましたよ。やりましたね。やったりましたね。ファンクラブイベントをやらせていただきましたよ。はい、まあね、前回のその番組の中でもいろいろね、あの、なんでしょう、ネタバレじゃないですけど、あんなことしたりこんなことしたりみたいなこと言ってたんですが、うん、もうね、あの、一応終わったということで、どんなことしてたのかね、ちょっとね、視聴者の方にお伝えしましょう。はいはい、もうバラしちゃっていいんですか。いいんじゃない。いいと思うよ。あ、まあ7月の23日でしたね。23日でしたね。はい、あれは暑い日だったな。暑かったですね。暑かったよな。下北沢のとあるバーで、そうで、夏を先取りしてね、そうそうそう、我々はなんと浴衣で。そうです、はい、浴衣だったんですけども、はい、ですけども、まあ5人いまして、うん、まあ、今日出てくる3人はね、はいはい、浴衣でした。あ、まあ浴衣でした、はい、メダルさんはあのジンベエ、ジンベエ で残る一人がですね、どうもおかしい。おかしい、ね、おかしかったですね。あれは何と説明したらいいのかね。じゃあ布は巻いてるんですよ。そう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 。なんかおかしかったですよね。すげえセレブのセレブのなんか家着みたいな感じ。そうそうそう、あのツルツルのね。そうですね。そう、サテンっていうのかな、なんか浴衣とも言い難い、なんかよくわかんないよ、ね。まあ、まあ、でもあれ流行ってるみたいですよ、なんか、うん、だって何さ、楽天で買ったっつって。5000円ぐらい。それでまたさ、5000円ぐらいブーツ履いてたやろ。ブーツ履いて、しかも多分あのみんな気づかなかったと思うんですけど、桃息みたいなの履いてるんですよね。なんかね、そうですね。なんかね、ストッキングみたいな。そこはやっぱりセクシー担当なんで、見えた時に逆にセクシーに見えるよ。あれ、そうですね。あれはね、セクシーじゃない。まあ、そんな入れ立ちでね、やらせてもらったこのクラブイベントでしたけども。はい、よかった。まあ、あのそれぞれあれですよね、あの、何、メンバーが各々、そう、出し物みたいな。出し物やろうって言って、はい、僕、射的やらせてもらったんですよ。はいはい。ね、あの割り箸で。輪ゴムで、はい、あ、お手製のね、そうそう、もう男の子だったらみんなね、誰しも一回やりますね。もう僕の中で大ヒットだったんですよ。これは絶対楽しんでもらえると。ああ、誰も来なかったね。男の子気分で使ってるから。あれショックだったな。あの、ね、女性の方多かったんでね。そうなんです。なかなかね、皆さんね、僕はもう似顔絵っていう、あの、なんていうんですかね、デニステッドかそういうもんではないんですけど、一番並んで、ね、俺ら誰も来ないよ。離脱さんだけど、いや、俺もその時間との勝負やったから。ああ、まあね、うん、やっぱり一人30秒かからないあたりでバーッと感じる。だってとりあえず全員行ったんじゃないですかね。全員は行ってないと思うんですけど、ね、ガーって、うん、全員は行ってなかったと思うけど。いや、でもなんか全部似てたよね。そうですね、そうですね。嬉しそうに店に来るんですよ。あ、そう、俺の射的じゃなくて、うんうん、あ、とりあえず、ね、それをバンバン打っちゃう。違う、打たないから。いや、すごいね。リュウは、僕はあれですよ、叩いてかぶってじゃんけんぽん。おー、どうだった、盛り上がった。いやー、どうなんですかね。いや、俺だってみんなで意見出してる時にリュウがそれ言い出して大丈夫かなと思って。いや、でも楽しくないですか。リュウ的にでしょ。はい、僕的には。でもお客さん的にどう思ったんですかね。だってさ、逆に言うとなんで私がリュウ君に叩かれなくちゃいけないのとかなってるかもしれない。ああ、そうっすね、うん、それありますね、うん、どこまで行っていいのか、うん、これがちょっと難しかった。逆に叩きづらいよね。そうなんです、叩きづらいんですよ。いや、それいやいや、うわーみたいな。そうだね、
そうなんですよ。だからちょっと違う話ばよかったかなっていう。正義の味方やからね。そうなんです。たとえじゃんけんに勝ったからっつって。そうなんですよ。叩けないんですよ。うん。止まるんですよ、僕。やっぱり。だからなんでそれ選んだんや。いやー、それミスですね。ミス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 。まあ、メタルさんは腕相撲やってますよね。まあ、やっぱりね。腕相撲するでしょ。勝てるわけがないっていう。するでしょ。ちょっと、なんだろうね、肝試しじゃないけど、やってみたいわ、やってみたいですけど、ね。やってみたいね。実際やったことないやろ。あ、ないっすね。タイマンやったことないやろ。ないよね。ないっすね。どうなんだろうね。皆さんあるんですか？ないね。多分ないねな。多分やったら折れるかもしれない。折れるよね、確実にね。ズゴーンって。無理したら折れるかもしれないからね。いや、ほんとそうです。そうです。で、ダイスさんが輪投げ。はい。輪投げね。うん。あれ、めっちゃくちゃ彼はね、準備をね、周到にやってましたよ。あのよくわからん布を体に巻いて、そうですね、準備をやったらとなんかゴソゴソしてた。ゴソゴソしてた。だって景品でマイトレイの CD いっぱい持ってきてました。最高頑張ってたのかもしれないけど。それで、僕個人的にもやっぱお手紙いただくことがあって、はい、その最後にみんなで盆踊りをしたじゃないですか。それをしましたね。あれは良かったって。あ、本当？うん、楽しかった。超嬉しいな。だってそれこそじゃあ、次盆踊りやりますって言って、言った時にね、ちょっとみんな、私ちょっとそう、意外とね、やっぱこう照れるじゃないですか、あの盆踊りってこう、でもやっぱりこう、あれ、逆に楽しかったらしいよ。そう、きっかけができてね。だいぶね、背中ね、押したもんね。もうすでに、東京音頭やったじゃないですか。うん、はい、東京音頭踊れますっつって、うん、覚えましたみたいな。まずえまぜ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 覚えたんだね。そうそう、あれがきっかけで覚えて、踊れますって言ってくれた人もいますよ。いや、嬉しいですね。ね、すごかった。いや、もうだってそれこそね、企画会議って言ったらちょっとあれですけど、そうやってみんなでね、アイデア持ち寄ってる時に、じゃあちょっと盆踊りとかしてみるっつって、うん、でも僕らね、盆踊りなんて分かんないからね。そうですね。どうしようかみたいな感じだと盛り上がってくれて嬉しいですよね。コメント来てますけど。来てますね。カオスだったね。盆踊りのカオスってすごいよ。いや、もう進まなかったですもんね。そうか。円になって進まなかったじゃないですか。本当？円だらメタルさんがラサーっつって。そうもう盆踊り違うみたいな。盆踊りでラストコールないから。いや、でもね、すごい面白かったよ。まあね、なかなかね、ああいう機会もないからね。そうね、うん、やっぱり夏の風物詩という、そうですよね、うん、忍者の盆踊りもちょっと一つこれで、うんうん、そうですね、なんか定番になりそうだね。なりそうですね。勢いでしたよ、うん、和風ですしね、ホコトークもやりつつで、うん、まあ、ファンクラブドリーマーズ絶賛会員募集中ですので、はい、ファンクラブ会員になったらね、こういうね、ファンクラブのイベントに、うん、そうですね、出席できますんで、はい、ね、はい、まあ、ぜひともですね、チェックしていただきたいなと思います、はいはい。まあ、そんな感じですけれども、じゃあ早速次のコーナー行ってしまいますか。行ってしまいますか。行ってしまいましょうか。行ってしまいましょうか。はい、じゃあ本日もですね、16回目ですけれども、素敵なゲストをお呼びしております。はい、トリッキーさん、どうぞー。よーい、トリッキーさん。ということで自己紹介、はい、お願いします。こちらはチャオシャキンブワ。はい、どうもこんばんは。トリンセイというところからやってまいりました。アイドルという設定でお歌を歌っております。トリッキーと申します。わーわーすごい、はい、一連のね、往年の挨拶が終わったところで、これはもう決まり事なんですよね、トリ様ね。どうすればいいんですか。いやー、ほんとにトリ様来てもらったんですけど、もともとあれですもんね、はい、トリッキーさんは忍者マンともご一緒ね、何度かそうですね、地方も東京も意外とね、はい、こう忍者マンジャパンのピンチを救ってる、そうなんです、ね、そうなんですよ、方なんですよ。それがそうなんですよ、意外とね、実はね、実はだってそれこそあれですよね、忍者のステージにご一緒に上がってますもんね。そうですね、あれやりましたよね。ああ、やりましたね。なんか隠れてる、隠れるやつ。隠れるやつね。でも、あれ、トリッキーさんに持ってかれたと思いました。本当ですか。ビーム出しましたもんね、ビーム。ビーム出しましたもんね。か、なんか隠れてなかったっていうご意見もたくさんいただいてます。大丈夫、隠れてますよ。本当です、隠れてます。いや、もうね、それで、はい、姫路でもご一緒させてもらったのかな。もう、正確に言うと、僕、あれですもん。ゆっくりお話させてもらったの、そこの姫路ベータの、そうですね。あれですもん、スタジオですもん。スタジオ学園、スタジオ学園、そう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 、名物学園、うん、いや、あそこでもうトリッキーさん、まあ、ね、もともとこう個性的って言ったら失礼かもしれないですけど、チラチラ俺のこと見てくるのさっきから、なんかチロって見るんですもん、リーダー、チラチラ俺のこと、なんか見てる見てる見てる
だからこうどう一応ね、あの対話させてもらったから、うん、楽屋戦分かったらね、やっぱその日楽しくなるためにも、うん、あどうも防災のって言いますみたいな感じで、うんうんうん、で、うんうん、打ち解けようとするわけですよ、僕なりに。あでやっぱ、ね、個性的な方で、多分その時もこの T シャツ着てたんですよ。うん、いや着てないかな。着てないんですよ。あれよ、違う、あの時は全身真っ白で。ピンクの、そうですね、そうですね、衣装ですね。で、それ鳥さんは清掃やから。あ、清掃なんだ。はい、そうそう。で、あれ着て、これどっちだろうなと思って。どっちって。どっちって。本気なのかギャグなのか、どっちの人なんだろうと思って。本気に決まってないよ。ねえ。まあ。まあ。いや、そんで、あの、一応失礼がないように接するわけじゃないですか。もうほとんど初対面なわけだから。うんうん、これどういうタイプなんだろうなと思って話聞いてたら、どっちもイケてるんだなっていう、本気でもありつつちょっと笑ってほしい要素もありつつ、あのね、そこはね僕も感じている。今もです。あのどちらが本当のね、そのいやいやと言っときながらも嬉しい顔するじゃない。いやいや、それはね、すごい感じてる。みんな感じてると思いますよ。みんな感じてる、うん、僕も感じてるところはありますね。うんうんうん、真面目なんですかね。いや、真面目でしょ。真面目なのかな。鳥さん真面目でしょ、うん、真面目すぎて、こう今日そうなんです、ね、土壇場にこう着替えた T シャツもしなくちゃっていう。そこ真面目にこう畳んできてくれんと、はい、やっぱ畳んであるんですよ。トリケさんね、間が独特だと思いますよ。あ、それすごいいろんな人に言われますね。うん、ああ、だから多分面白がる人はもうたまんないんですよね。ああ、なるほど。いっぱい落ちてるっていう。うん。で、元々あれですもんね。まあ、忍者もそうですけど、リアさんはね、個人的に。まあね、いろんな現場で会っていろいろ一緒にやったり ね、だいたいだってリラさんのブログとか見るとトリッキーさんと一緒になんか正しそうにしてますもんね。そんなことないやろ。でもこの前なんかステージとかに乱入してね。そうだね、そうだね、そうですよね、写真この前も撮りましたもんね。この前って6月の、そっか、それぶりなんだよね。そう、トリさんも勝手に写真撮んの。あ、そうなの。勝手にじゃん、許可取ってます。許可取ってますよ。いや、取るの許可取るんやけど、うん、それをツイッターなりブログに上げていいですかっていうのはない。言ってますよ、言ってます。これ上げても大丈夫ですかって言ってますよ。俺は NG、これはないでしょっていうのを言ってんのに、もう勝手に上げちゃう。いや、いいって言ってるのしか上げてない。言ってない、言ってない。これ大丈夫ですかって言って。いやいやいや、言ってないです。もう、みたいな感じ。いやいや、本当にもう、ちょっとやろ。僕は実はね、あの、鳥様のコスプレもやったしね。そうですか、そうですね。今、え、なんでカツラかぶって、うん、そうですね、リーダーの鳥様コスよか。見たい。すげえ見たい。トリッキーさんの衣装貸したんですか。いや、なんか用意してきてくれてましたね。え、すごい。白いスーツ。白いスーツ。黒い。なんで持ってるの、その。黒いカツラと。黒いロングのカツラで、メイクも、こう、ちょっと鳥様に似せて。すごいね、それ盛り上がったんでしょうね。ちょっと鳥様の気持ちを分かろうかなと思って。どんな気持ちでステージ立ってるのかなっていうのを分かろうと思ってね。本当に分かるには、一人で立たないとダメですよ。そうね、うん、本当は。そうだよね、トリッキーさんの。その格好で、リラさんもいたじゃないですか。でも、リラさんは一人でその格好で、まるっと歌い切って、初めて気持ちが。そうね、多分そこまで僕できないってことは、やっぱり鳥様ハートが強い。強い。やたらと強い。鳥だもん。すごいと思います。すごい、うん、みんな知ってる？トリさんのアイドルなんやで。いや、かろうじてすごいアイドルなんやで。すごい、うん、分かる分かる、ね、お客さんのことをね、あの、はい、ひよこさんひよこ隊ひよこ隊ですね。ひよこ隊、うん、ひよこ隊もちゃんとトリ様のこの、なんていうか、トリさんが一番良くなる、うん、その、うん、やり方をやり方熟知されてるんで。あ、そうなんだ。でもそういうファンとの絆が深いんですね。ね、そうですね。でも本当ね、トリッキーさんのライブってちょっと独特で、独特ですよ、ね、例えばほらバンドとかってさ、つなぎとかさ、曲のね、はい、曲間のつなぎとか、はい、すごいシビアにね考えるじゃん。考えますね。結構トリッキーさんその辺自由っていうかさ。そうですね、終わったみたいな。オケなんで、うん、どこどこジャーンとかダン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 、あれやりたいんですよ。ダン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 、じゃあやりたいかも。すごいやりたいです。
なんか、なんとか決まりましたドンダ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 ンとか、はいはいはい、で、ちょっと滑った時もダダンとか、うん、滑ったらもう本当に滑りっぱなしなんですよ。そうなんですよ。だから、そうか、その勇気がすごいなっていうのはね、同じボーカルとして思います。スタイルとしてね、うん、まあ、あの忍者とは別ですけど、うん、抱っこって一緒なんですよ、うんうん、同じ桶を流して、うん、そうですよね、うん、っていう部分では一緒なんで、うん、そう融通が効かない部分も一緒なんです、うん、でも抱っこの場合ね、一回それであのサンプラーを持ち込んでドジャーン、あーやったね、ドジャーンやったわけ、行くぞドジャーンってやったけど自然となくなっていったねやっぱり必要なくなっていくんですよ。いや、あんな動き入んだよね。でも面白いですよね、やっぱり独特すぎて。独特ですか。独特でしょ、他はやってる人いないでしょ、あのスタイル。そうですね、一人でね、見たことないですね、うん、あんまり。いや、鳥様のライブをね、はい、まだ見たことがないっていう人は ね、 いや、ね、見ていただきたい、ね、想像できないじゃないですか、この見てくれでどんなライブを。このでもね、でもあんま変わらない印象あるんですよね、ステージ降りてる時と、あ、ステージ上がってる時と降りてる時、喋るなんかテンションは基本そんなに変わらないです、ね、変わらないですよね、多分こんな感じで MC もゆるっとしてますね、うんうん、ああそうだそうだ、テンション高い人じゃないんですよね、そうだそうだ、振り幅が狭まって振り幅が狭くなってる、それは広くないですよ、狭まってる、狭まってる、逆に、まあ、今日はこんな謎大きいトリッキーさんのですね、はい、秘密を解き明かすためにですね、はい、5つの質問をご用意させていただいておりますので、はい、これですね、ダーツご用意しておりますので、はい、これトリッキーさん今から投げていただいて、はい、それ当たったものを、はい、テーマにお話をしていただきます、ね、はい、立って大丈夫ですよ、鳥様大丈夫かな、物とか投げれる、投げますよ、はい、大丈夫ですか、いきます、はい、せーの、じゃーん、レレン、お、さよ、見えるかな、これだけ、これだけはやめられない、これやめ、これだけはやめられない、これだけはやめられない、まあまあね、だいたいね、好きなものはね、はい、まあ止めらんないですけど、はい、なんかあるんですか、うん、僕、夜中ネット始めるともうやめられないんですよ、あずっと、ずっとネットサーフィン、ネットサーフィンとか、ネットサーフィンって何をネットするんですか、なんかまとめサイトとか兄ちゃんまとめ的な、そうそう、見ちゃう、それで見るともう、ゴシップネタが好きなんですか、ゴシップネタでも何でもないし、なんかそういうなんか作り話もあるのかもしれないですけど、うん、なんかとりあえず面白そうなのどん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 、え、でもそれ見ててなんか、はい、トリッキームカつくとかそういうのに、いや、そういうまとめサイトに出るほどじゃなくないです、自分のことが気になりすぎて見るわけじゃない、いや、ただ趣味です、あのコンビニ店員なんだがなんか質問あるみたいな、ああそういう面白いです、面白いです、もう止まんなくなっちゃうんですよ、もう朝まで見るんですか、結構3時4時までもう、ああまたやっちゃったガクーってなるんですガクーガクー、もうよくあのその世界観が、あのページもたくさん開いてもこの Windows のあのあれあるじゃないですか、はい、それもすごいちっちゃくなってて多分開きすぎちゃってて、その一個一個閉じていくんですよ、それでなんか虚しいですね、その瞬間一個一個閉じていく瞬間の最後、まあ、でもあれはね、あのすごい見てる方やっぱ多いですよね、いろんなサイトありますもんね、それこそ、そう、そうですね、うん、これだけはやめられない、でまたどうしてもやめられない、そう、ああいうのって一個なんか関心ある記事を見つけて、まあ、行くじゃないですか、うん、そうするともうそのすぐね、下とか上とか右にまた興味深いのがあるんですよね、そうなんですよ、記事がね、そうなんですよ、だからこれ見て、ああ、じゃあ次こっちか、で次こっちか、そう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 、どんどんあれがウィンドウタブが門も開いてっちゃうんです、そうそうそう、皆さんパソコン全然疎い人だから、皆さんパソコン持ってないんですか、持ってるわまあまあ持ってるわ、持ってる、うん、使ってないんですか、持ってるけど使えない、使ってますよ、曲作りに、曲作りメインで使ってますけど、うん、あとはそれいろいろ YouTube とか見ます、あ、見ます、見ますよ、伊勢さん何見るんですか、 YouTube 何見ると思います、何それ、忍者マンジャパンのやつ、あ、忍者マンジャパンも見ますよ僕のとか見てくれてます、まだ見たことないなまだ見たことないですか、だけどだって僕会う時が多いんで、あ、そうか、生の方はやっぱりね、あ、面白いじゃないですか、そうですね、僕ライブ動画たくさん上げてますよ、あ、そうなんですね、なるほどなるほど、トリッキーで、トリッキーで、でも YouTube で僕最近なんですけど、はい、なんかサプライズみたいな動画上げてる人じゃないですか、よく YouTuber っていう人たちが、いや、 YouTube でサプライズ動画みたいなの上げてる人がいるじゃないですか、
何のサプライズですか？なんかいろいろ卒業式サプライズとか、うん、結婚サプライズとかそういうの、うん、それ見たら僕止まんなくて、涙も止まんなくて、みんなも止まんなくて、あ、それ感動系ってこと？そうです、感動系の YouTube とか見て、そういうのないですか？そう、多分それと一緒なのかなと思って。多分一緒だけど、YouTube はなんか音楽しか見ないです。え、そうなんですか？あとアニメとか。いや、逆にリュウイ、音楽の方見てなんでそんな感動したがってんの？いや、なんか見たいんですよ、サプライズとかドッキリとか、すっごい見たくて。それは日本のですか？日本の？海外のがドッキリはすげえいいですよ。いいですか？いいです、いいです。ほんとすごい目がキラキラしてる。ほんとすごいですよ。言葉が分かんなくても、いや、もう、この座ってるじゃないですか、座ってて、仕掛けに、そしたらこう赤いこうライフルですよ。ライフル？ライフルみたいな。何ですかライフルって？銃。バス停で座ってて、で、気づくじゃないですか、そのドッキリ仕掛けられた方が、バン！みたいな、ダーンって音が鳴って、ただ倒れるってだけなんですけど、それ見てもうゲラゲラ笑っちゃって。感動じゃないんですか？よくわかんない何を何を。いや、そう、ドッキリと、そうですね、ドッキリとその感動系を俺ずっと見ちゃうんですよ。ずーっと本当にいろんなの、ここに出ますよね、おすすめとか。そうです、そうです、おすすめとか、ね、そういうのたどって、そうです、ずーっとたどっちゃうんですよ。そうか、それはパソコン持っててもそればっかりなんや。そうなんですよ。そうだ、ね、全然覚えないじゃん、だって君。いいじゃないですか。なんかないですか、じゃあ。そういう、もうやめられないみたいな。僕、あれですね、ひたすらペット動画見ますね。あ、一回パソコン離れてよなんか違うのないの、これだけはやらない。そうだよ。なんかないですか、食べ物とか。食べ物、はい。鳥様は結構、はい、あの生活感もないし、ないないない、謎が多すぎる。多すぎる。どんな部屋に住んでるのかとか、本当に具体的な最寄り駅とか。ベタな最寄り駅は鳥居製です。そうだ、あ、鳥居製ね。え、鳥居製は何線なんですか？鳥居製はあの都内の在来線です。都内在来線って JR ではないってこと？ JR っていろいろあんねん。いろいろあんねん。鳥居製わかるやろ。そうだね、わかるやろ。なるほどなるほど。行ける人だけ行けんの。行ける人だけ。フリーナインみたいな。飛ぶんだね。そうそう。でも、本当にベタな質問で言うと、好きな食べ物って何なんですか？僕、ジャンクフードとか、お子様フードが大好きで、お寿司とか焼肉とかラーメンとか、アイスクリームとかケーキとか。結構ね、いっぱい出てきたけど。もう、カレーライスとか、すごい好きなんですよ、高カロリーなものが。物を食べるっていう、この、なんか、イメージできんやん。できない、できない。なんか、うん、僕でも今年の1月にリラさんにすごい太った太ったって散々言われたんですよ。で、実際太ったんですよ、すごい食べ過ぎて。あまりにも食べ過ぎて、だから今ダイエットしてるんですけど、そのことなんかないですか？痩せたねとか。ああ、今日黄色着てるからかな、ちょっと大きく見えるけど。あれ、トリさんもこう見えて実は、うん、ガタイいいんですよ。あ、そうなんですか？気痩せするタイプで、実はマッチョ？がっちりして。いや、マッチョではないですけど、でもリラさんにすごい言われましたよね。忘れちゃいましたもん、リラさん。僕はずっと覚えてますよ。そんな言ってないけど、話をね、大きくしてる。うん、いや、太ったわ、不節制やわ、いやーみたいな、ダメやわって、ずっと、あの、デセオの楽屋で言われてたんですよ。デセオの楽屋で。それでもう、痩せようと思って、5月、それ1月で始めたら、結局4ヶ月後だったんですよ。ああ、じゃあ僕、それ、鳥さんのダイエットに一役買ってるわけですね。そうです、そうです。なるほど。でも、今日何も言ってないから、まだかなって思ってるんですよ。ああ、それ多分、今日はもう言わない。ないよ。ないですか？もうちょっと、もうちょっと。分かりにくいね、鳥様は。その、あの、いつも同じスタイル。決まったスタイル。でもじゃあなんで太ったって言ったんですか？それ分かりにくい。あの時よっぽどやから。よっぽど。僕は言ったぐらいよっぽどなんで。井田さんってあんまり人の見た目に興味ないですよね。そんなことないですよ。見た目にしか興味ないかもしれない。見た目にしか。あ、妻取れます。妻取らされてよ、俺今、鳥様の。でも、鳥貴さん、あの、身長高いから、ちょっと大きくなるだけ、すごいでかく見えちゃうんだと思いますよ。あー、なるほど。だって175ぐらいあります。そうぐらいありますね。ね、相当でかいですもん。でもダイエットされてましたよね。あ、僕しました。それも見て、はい、すごいなって思いながら、はい、お菓子食べながら見てたんですよ。それ今見習ってるんですけど。あ、そうなんですよ。だからどんどん痩せてってたじゃないですか。そうですね。でも本当に夜だけですよ、僕食べない。そう、食べないというか、ちょっとサラダとスープ系で炭水化物だけ抜くみたいな。朝昼は？朝昼結構食べます。普通に食べます。ガチで聞いてますね。すごい。なんかどんどんなんか減ってってたじゃないですか。100日ぐらいやってたじゃないですか、ずっと。そうそう、ああ、やってましたね。で、達成みたいなの。達成しました。すごいって思って。10キロ、11キロぐらい。11キロ。で、ここにも載ってたんですけど、糖質抜きダイエットとかも今流行ってるというか。
何、糖質抜きって。糖質。砂糖取らないの？いや、糖質。糖質とその糖分ってまた違うんだよね。そうなんですか。お米とかパンとか食べないってことですね。そうですそうです。うどんとか。そうです。でも力入んないよね。そうですよね。なんか今ローソンとかも売られてるんですよ。糖質だけが抑えられてて、ちゃんとしたパンとか。うん、ありますね。そうなんですよ。それとかもよく食べてますよね。美味しいですかそれは。あ、美味しいです。本当に美味しいです。ちゃんとウインナーとかもちゃんと普通のなんですよ。へー、肉関係はいいんよね。はい、別にね、肉ダイエット肉とかはあるんです。肉関係は大丈夫だ、ね、うん、うん、ぜひやってみてください。頑張ります。僕サブウェイダイエットはしてますけどね。サブウェイそれ言いますよね。どうなんですか、ね、サムウェイ。サブウェイ。サブウェイ。へえ、野菜がいっぱい取れるんです。へえ、多分知らない知らない。地下鉄じゃない。地下鉄のことでしょ。違います。違います。ダイエット。さあ、じゃあお次行っちゃいますか。トリッキーさん一人だからね、はい、バンバン投げてもらう形になっちゃいますけど。これ、これですね。はい、そうですね。あ、行きます、僕。トリッキー。はい、グリグリ回して。はい、行きます。はい、せーの。おお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 、危なかった。ちょっと危ない危ない危ない。ルーレット止まったところを外して。怖かった今。行きます、はい、せーの。はい、来たよ。〇〇さんとの第一印象エピソード。丸エピですね。丸エピ。お、丸エピ。丸エピ。誰なんですか。いや、特にはみんなお互いの第一印象を言えたらいいな。あ、そういうそういう臨機応変な。あ、僕はだってそれこそさっきトリッキーさんの第一印象ね言っちゃいましたから。そうですね。不思議な人だなと思って。な、あれじゃないですか。トリッキーさん、デューンのことあんま接点ないんじゃないですか。多分姫路で初めてお話ししたんです。話した。そうですね。え、ヌイードとかでもご一緒、まあ、ちょこちょこ、まあ、ですよね。はい、させていただいてるんですけど、うん、どうなんかよくすごい空気感があるじゃないですか。うん、トリッキーさんはトリッキーさんの空気があるじゃないですか。うんうん、だからあんまりこうなんていうんですか、気軽に話しかけられないというか。ほら、だから後輩は怖がる。話しかけられづらい。そうなんですね。そうなんですよ。え、だから最初。いや、怖いとこじゃないんですよ。リアさんもお話ししてますし、うん、まあ、普通に笑ったりとかしてるじゃないですか。うんうん、怖くはないんですけど、話しかけられないんですよ。何なんですか、独特なオーラ。多分独特で。独特ですか。めちゃくちゃ独特です。独特でしょ。まあ、独特は分かんないですよね。へぇ、まあ、リュウインね、その、はい、きっかけも難しいよね。あ、難しいですね。うん、ルイからすると。そうだよね。俺はファンね、ボーカルだからね。うん。喋っちゃうけどね。うん。リダさんだって、そう、僕からすると、リダさんってすごい人見知りなんですよ。らしいですね。だから、あんまりなんだろう、そのメンバー以外で、仲いい人、うん、多分いないと思うんですよ。少ない、少ないんですよ。まあ、されるのが言うにはね。そうそうそう。でも、なんかトリッキーさんといつもなんか、イエーイみたいな感じでやってるから、俺、仲いいんだ、みたいな。いや、仲はいいですよね。ね。だい、あ、トレ様と初めて会ったのは覚えてないのね。そう、覚えてないの。すごい覚えてる。覚えてないの。わーっと、忍者マンジャパンさんと対バンができる、わーいと思って。そう、初めて会ったの忍者マンジャパンと。そうなんですよ。ドキドキしてたんですよ。へー、あ、どこでもないんだ。そうなんですよ。へー、それ皆さん、みんな覚えてないんですね。意外なところで、実は結構でも前でしょ。2011年の11月。2011年はちょっとね、結構前ですよね。そんなに強烈な個性を放っているのに覚えてないんですか。いや、やっぱりね、忙しかったんだ。いやいやいや、ずっと学園の皆さんいらっしゃってなんかあのバタバタしてて、準備とか我々やっぱり多いですし、人数も、うん、まあ、多いですけど、でもなんか全く覚えてなかったですよ、リリアさん。覚えてなかったんですよ。ちゃんとこれちゃんと言っとかないと、逆にね。まあ、そうだね、そうだね。全員僕のことを覚えてなかった。やっぱり喋ってみて初めてこうトリ様っていう人となりが分かってくるし、ちょっとやっぱりこうステージに立ってる時と、まあ、いわゆる楽屋にいる時って真逆な感じがあるじゃないですか、見た目が。そうですね。そうですね。なんかそれのギャップもあって、うん、あ、これが トリッキーさんって誰なんだろうなみたいな、誰だったんだろうなみたいな、ね、後から、まあね、後から名前でまずびっくりしますもんね。トリッキーってね、トリッキーなんだろうなっていう、トリッキーっていう名前は
はい。なぜ？そんなに意味がないんですよ。ない。意味がない。バンドをやりたくて、トリックスターなんちゃらかんちゃらってバンドを自分で考えてたんですよ。おうおう、バンドのメンバーも集まらなくってこれじゃあダメだと思って短くしてトリッキーみたいな感じにして、トリッキーでいいかみたいな。あ、じゃあ個人名ではないよね、もともともとはそうなんですよ。ちょっと言ったら野望、そう、個人名、野望。本名は何て言うんですか。本名は一応明かしてないんで本名は人生にポロッと言うかなと思って、一応トリッキーチっていう設定上の本名トリッキーチトリッキーチっていうあの設定上の本名があります。設定上の本名、え、漢字もあるんですか。漢字もありますよ。あ、すごい。鳥居みゆきの鳥に中井貴一の貴一です。おお、鳥居貴一、なんか取ってつけたような名前です。略してトリッキーです。あ、そうなんですね。かなり後付け感がすごいじゃあ逆にトリッキーさんは僕らの第一印象ってどうだったんですか。はい、まずなんかすごい人たちだなって思ってて、ちょっと近寄れなかったです、オーラが。すごいってどういう意味ですごいんですか。オーラっていうかメタルさんのオーラでしょ。いや、なんか皆さんキャリアもあるし、やっぱりね、人気もあるし、いやいやいや、いやなんかすごい人たちと僕は今日は対バンをするんだ、ドキドキドキと思って挨拶できるかな。だいたいこういうフレーズとか二次元っぽい、ね、ドキドキドキ、うん、でもちゃんとあの鳥様のことですから事前に調べてたわけでしょ。調べる前にもうだって知ってましたもん。だからあーって忍者マンさんと対バンだ、あ、ね、ありがたいね。ありがたいね。いや嬉しいですよ、ね。なんかたくさんの人がいて、あの飛ぶ人とかもいるじゃないですか。あの飛ぶ人、あの最初のってことですね。そうですね。だからその人もいっぱいいて、もう遠巻きにこうやって見てました。ね、人数が多かった、人数すごい多かったですね。挨拶だけして終わりました。でライブをこうやって見て終わりました。あ、そこでももう気がついたらなんかね、仲良くさせてもらってますもんね。そうですね、ありがたいですね。これといったきっかけって言ったら何だろうっていうぐらい自然とですよね。そうですね、うん、そこは鳥様のそのなんていうかな、この実は入り口の広い、うん、懐の深い、うん、アイドルだっていうことが、うん、アイドルなんですね、あくまで、ね、一歩入ってしまえばもう、あ、そこはもう、それはもう鳥ワールド、鳥ワールドだから鳥様気になりますもん。本当ですか。なんか気になる。ありがとうございます、うん、大丈夫かなって。そうそう、大丈夫かなって。ほっとけないかも。そう、あ、僕もあのあれなんか小鳥、小鳥なんかもしれないです。ひよこ三つに行きましょう。三つ今間違えたのかボケだったのかよくわかんない。鳥様、はい、これ同じ質問が出たときにやり直してます。そうですね、もう一回やり直していただきます。いきます。はい、夏の思い出、せーの、レレン、お、学生時代の話。学生時代の話。学生時代の話。学花。これ。学花。学花。ちょっと色すいません。学花。略して学花とか言ってる。学花ですけれども。言ってるから。これ全部いっちゃいそうな勢いですか、もしかして。あ、そうですね。はい。時間の許す限り。なるほど。うん。これまたトレ様となんかこう、縁のなさそうなというか、想像がつかない。全然イメージ湧かない、うん。え、そもそも学ランだったんですか。中学校まで学ランでした。中学校学ラン。共学でした。高校が男子校でした。男子校なんだ。トリンセイでの話ですか。いや、それは地球です。地球の話。地球の話。地球、学生じゃない地球。そういうこと。留学生は学校ないんで。いや、トリンセイ学校がない。出身は。出身は東京です。で、今はトリンセイ。トリンセイは東京都トリンセイなんですよ。あ、そうなんですね。東京都。トリンセイのせいって星っていう字じゃない。星ですよ。東京都トリンセイなの。千葉県の隣にあるって言ってるんですけど、昔コリンセイって千葉にあったじゃないですか。今も爆発しちゃったんですあったじゃないですか。コリンセイ知らないじゃないですか。コリンセイ知らないですか。コリンセイは知ってます。コリンセイって千葉にあるんです。あ、そうなんですか。茂原市の方に本人が言って、でももうそんなもん星ないよって本人が、まあまあまあ、茂原さんが言ってたから。ありましたね。でもう今一人勝ちなんですよ。だから一人勝ち。一人勝ち。まあね、言ったもん勝ちですから。最初はそれ受けてたんですけども、コリンセイを知らない世代の子たちが今ちらほら出てて、コリンセイオリジナルだと思ってる人が。そうなんだ。ただのパクリなのに。しめしめ。悪いな言い方が。締め締め締め、うん、そうか。最初それ言った時すごいウケたんですよ、うん、あ、最初はね。そんなウケなかったのかな。うまいこと考えたと思ったんですよ、すごく、うん、すごいうまいこと考えたと思ったけど、意外とそんなにウケなくて、うん、でも今結構浸透してるじゃないですか、うん、はい、うん、まあ面白いですか。継続は力なりです。そうですね。みんなが今言ってくれますもん、トリンセイ、ね、今日も書いてあるじゃないですか。悪い鳥様って書いてあるよ。たまに出るよね、毒舌の鳥様。たまにちょっと出ちゃうんですよね。あ、
ですよ。まあちょっと話それましたけど、学生、学バナ、学バナ、学バナ、もう本当、え、初恋いつですかじゃあ。初恋は多分中学ぐらいじゃないですかね。あ、じゃあ一応人並みにという人並みですね。そういうのスッと答えてくれるんですね。なんかアイドルだったらなんか、あ、ね、なんかフィルターがあるのかなと思ったらスッと答えてくれる、ね。中学かな、小学校か中学か。ああ、ちょうど変わり目の時。トレッキーさん、自分から言う、告白するタイプなんですか？いや、言えなくて、ずっと引きずるタイプなんですよ。なんかね、うん、遠くから見てて。だって、トレッキーさん、なんか、ラブレターとか書いて、こう、木のね、影をこうやって見てそうだもんね。電書バトとか使いそう。電書バト届かねえ。鳥だけに。そのもうっていうところじゃなくてそんな関心する指定関係があるからね。ああ、なるほど、言わないとダメだ。そんな関係で言わないと指定関係厳しいですね、忍者マンジャパンさんだから。いやいや、そうそう、いやだからね、想像ができないんで、恋愛のことに関してもね、うん、やっぱり勉強してるとかそういうのも全然こうイメージがわからないです。でもそんなにすごい真剣に勉強したことが多分そんな人生でないんですよ。勉強してるふりは何度かしてたんですけど。ややこしいな。塾とか行ってなんとなくやってる雰囲気は出してたけど、実際そんなすごい根詰めて勉強っていうのはできないんですよ。できない、できない、続かないんですよ。あ、来たみたいな。で漫画読んじゃったりとか、音楽聴いてたらなんか歌詞カード見てなんかそっちに行っちゃったりとか。ですね、あ、なるほどね、うん、じゃあ学生時代は結構音楽も同時に聴いてたと。聴いてましたね。いう感じでしょ。音楽にこう目覚めたというか、うんうん、なぜボーカリストとしてなぜまずトリックなんとかなんとかっていうバンドをやりたかったか忘れちゃったその激盛んな時期があったわけでしょ。ありましたね。学生時代からあったんです。学生時代からありましたね。でも学生時代バンド組めなかったんですね。あ、組めなくはなかったんですけど、すぐ辞めちゃったんですよね、その時に。辛くて。辛くて辛かったことあるんですか？辛いというか、怖いかったんです、入ったバンドが。あの、もう、もうバリバリの当時はもうイケイケな時代で、もうそこのイケイケな人たちが解散した方にポロって初心者の私が入っちゃって、おいやもう、もう世界も価値観も何もかも違うし。え、ボーカリストとして？そうです、そうです。へぇ。ただいま。お疲れ様です。すっげータイミングがあれちょっと待ってください。すっげえ自然とドソンと。ただいま。おお、ただいま。はい、というわけで突然でありますが、はい、我々は忍者マンジャパンの、そうですね、メタキーです。メタキー、メタキー、メタン星から来た。メタン星。緊張してます？緊張しますよ。いやいやいや、続けて続けて。はい、で、ね、なんか音楽ね、音楽、その怖い、うん、当時の方々は怖くてね、うん、っていう話をしてたんですね、うんうん、それでいやでも多分、ね、今メタルさんに対して怖いって思ってますよね。全然面白い。急に声ちっちゃなってことですよ。座れちゃうんですよ。座れちゃう。座か座れちゃう。ほんでほんでほんで、バンドからソロになってなる話。ここからそこを一回やっぱり挫折みたいな、やっぱり挫折っていうか、やっぱりもう彼らはもう僕学生だからテストがある日は練習にまず出れないし、うんうん、で彼らはもう当時6名間とかロフトでワンマンをやってたんですよ。すごいですね。そのバンドのメンバーなんですけど、なんで一緒に組んだんですか？ジャマールっていう雑誌でメンバー募集で、僕が募集してたら俺たちのところに来ないかみたいな感じで、逆にギターを見つけてたんですよ。そしたら吸収されて、そのギターの人はうまかったんですけど、僕だけ初心者で、なんかね、じゃあこれ曲できたからメロディーつけてきてって言って、できるわけないじゃないですか。できませんって言ったら、みたいな。あやる気は買うけどさ、ちょっとやる気はアピールしてたんですか？やる気はすごいあります、あります。でもバンドやったことないっすみたいな。あ、なるほどね。ジャンルで言うとどういう系統の？ジャンルはビジュアル系ですね。おバンド名は忘れちゃいましたけど。じゃあそのボーカリスト、そのバンドのボーカリストとしてステージに立ったりとか、もうそんなとこまで行かなかった。行かなかった。うん、知らないうちにその人たちがある日メンバー募集してましたね、ボーカル。あれあれえ、まだ組選考がされてない時に、ない時に、なんかギターの人が辞め、なんか広島のお世話になった人が、うん、なんか大変なことになったから広島に帰るって言って辞めちゃって、うん、しばらく活動と停止だねって言ってぼんやりしてたら募集してました、ね、あれって。ああ終わったんだ。でその後活動はしてないですか？バンドはしてないですね。あ、うん、まあ、今もそのバンドあればな、何食わぬ顔でもう一回行ったらいいね。
逆にね、今久しぶりって言って、うん、ないんじゃないですかね。ないんか多分だけど誰も残ってないんですか。いやもう消息不明なんで。あ、そうなんだ。意外と鳥人生とか言ってる割には生々しい結局生き残りは一人だけだった、うん、そうそうそう、一人だけですよ。そうですね。いやもうその車はもう番車もあったしカメラマンもいたし、だからそんなところに学生の人がポンって入ったら結構しんどくないですか。もうしんどいっていうか、うん、もうついていけない。年上なんですね。年上でした。あ、そうなんだ。それ何年前の話？もう結構。それはちょっと言うと年上。引っかかれてるな。冷静に。冷静に。さすがアイドル。いいな。アイドルっていう設定でって自分で言ってるからいいよね。そうですね。潔いですね。俺らもそんなんしょうや。誰かあの持ち回りで誰か一人アイドル担当っていう設定にしてしまう。持ち回りは皆さんはでも忍びなんですよね。まあ言うてるだけやけどね。もう大体分かってるじゃん。忍んでないやん、まあ、忍ぶ気もないもん。忍ぶ気もないって。忍ばずのですよ。そうだよ。忍ばずの。手や手。忍者という手や。じゃあ次投げようか。おめでとうございます。おう。でそれを答えてや。え、いいよ。いきます。で、気をつけや。お前、お前いきます。いきます。完全にそうだね、はい、あーほら、絶対来ると思った。いきます。せーの、お、夏の思い出。夏の思い出。夏の思い出。よし、夏の思い出。トリッキーさん、あんま夏の印象ないっすもんね。ないですね。なんか秋とか、うん、あちょっと哀愁的な冬とか。でもなんか幽霊っぽいやん、ちょっと。それは悪口だもんですね。それは悪口ですね。悪口はないよ、面と向かって言うね。夏といえばあんまりなんかね。トリさん、夏の思い出ってあるんですか。逆にないんですよ。ないのか。なんかないのか。花火大会にも人生で行ったことないです。日本人なのに夏の風物詩を味わったことはない。日焼けとかですね。日焼けは一回かぶれて皮膚科に行ったことがある。いいよ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 、楽しい楽しい。中学校の頃に家族で行って海に、海水浴に。そしたらこの辺にすごい水ぶくれがブワーってできたんですよ。あ、終わった、あの帰ってきた。いや、ただ日焼けでただれてますねみたいな。あ、色白やからさ、弱いんですよ。分かる分かる、俺その気持ち。弱い。俺もな、白いから、うん、すぐ真っ赤なんだけど、でも冬になったらまたあの白く戻るね。あ、だからあのノウサギとかと一緒やね。ライチョウとか色味がすぐ戻るね。あとはじゃあキャンプとか。キャンプは小学校の時ありますね。あ、その時は行った。普通に行きました。行きました。今別に行きたいなとは思わん。なんか誘われれば。おお、それじゃなんかちょっと悲しくなってくるから。誘われていないっていうこと。でも友達とかと、うん、那須には行ったことあります。そういえばあった。あと海もその時行ったんですよ。おお、泳がなかったり。そういうの、そういうの、うん、そうだね、あった。そうだ、あった。あった。行こう行こう行こう。そうそうそう、うん、結構男女、うん、おー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 、ちょっとあれですね。ドッキリとかもやったりしました。おーおー、いいよいいよ、キラキラしてる。あの海外ドラマみたいなのできた。そうそうそう、なんでこんななっちゃったのかなっていうのは最近思いますね。夏を思い出すと昔はキラキラしてた。え、それは何年前なんですか。それはちょっと言えないんです。言えない話ばっかり。車で行って、うん、当時アルバイトしてた仲間たちと、うんうんうん、男何人、女何人。女性2人の男6、7人ぐらい。ちょっと待って、バランスあるよ。すごいな。だいたいね、もう3、3とかだったらね。そういうなんて感じではなかったですね。本当にもうなんか、ちょっと待って、色気とかもないような感じ。その2人の女の子たちどっちか好きやったとかないですか。そういうのはなかったですね。あ、ないんだ。ときめかない。2人とも誰か付き合ってる人いたんじゃないですかね、確かに。あ、いたんや。それは複雑な。でもなんかその中なんか男のグループと一緒にこうなるかちょっと僕はダメですね。ダメっていうのは NG ってことですか。それサリノさんがダメってことですか。それとも僕がダメなんですか。真面目か。トリッキーさんが悪いんではなくて、そう、女の子がね。あ、だってね、その年頃の男子たちに、うん、6対2なわけやろ。そうですよ。でも部屋別ですよ。女性部屋とか作ってました。それはそうだろう。へ、でもそれで彼氏がいるんでしょ。いた気がします。へ、あ、ていうかあんまりそういうことに興味がない。その時は全然なかったですね。別に何とも思わなかったですね。なんかそういう風な雰囲気じゃなかったんで。なんか逆にじゃあそういうのでワクワクしたりしたことないんですか。例えばそのちょっと狙ってるいいなと思ってる子と、うん、何かキャンプ行くとかバーベキューするとかさ。ないですね。ないの。今まで小学校の人かも。
まず一緒に行動できないんですよね。緊張したの？そういう機会、いや、そういう機会にも恵まれないですし。ほー。でもさっきの話だと初恋はあったわけじゃないですか。そう、まあ学校の中だとありますよね。でもそのなんかポッポするわけでしょ。ポッポします。ポッポ。それをどうニヤニヤしてるの。ニヤニヤしてる。なんかそのどうすんのそれは、その気持ちは。どうすんの？じゃあどうしようもできないんですよ。どうしようもできない。あ、じゃあもう見守るだけ遠くから。そうそうそう、だから結局自分で今書く歌詞もその卒業できないから、そういう歌詞しか書けない。あ、切なすぎるぜ。トリッキー、ね、大人になれなかった。ええ、今ポッポはあるの？もうないですね。ポッポない。一番最近ポッポはあんま記憶にないですね。記憶のな ない。じゃあもう古いポッポを書いてる。古いポッポとか、あとは本とか読んでポッポした時、仮想ポッポ、仮想ポッポいいなって思って。もう鳥だけに鳩ポッポやん。うわー、ポッポポッポして。ちょっといたところに。じゃあ次行ってみましょうか。次じゃあ、次じゃあ鳥木さん。あと何があった？あと1つなんですね。そうですね。あと1つ。それは投げる必要あります。黄色ですね。黄色ね。狙ってください。黄色ってここら辺のあたり。そうそうそう。さあ、どうぞ。どうぞ。じゃあ、分かった。これ黄色狙って、本当に黄色当たったら何かしよう。俺ら、リクエスト、トリキーさんのリクエストに、何でも答える。はいはい。その代わり当たらんかったら、俺らのリクエストに1個答える。行こう。笑ってる笑ってる。あ、刺さってます、刺さってます。いや、黄色にならない。黄色じゃないんで。黄色に刺せばいいんですよね。いや、刺さってない。見て見ない。これちょっと、まとめさせて。目悪いです。目悪い。メガネこういうみたいな。メガネしなかったからちょっと的がずれたんです。いやいやいや。さっきまで当たってたじゃん。でまあ、とりあえず好きな休日の過ごし方ね、なんとなく聞いて、うん、全然興味ないけど、何するか考えとこ。一応ね、うん、一応聞いて、まあ、それはもう、これはもう捨てネタやから。捨てネタ。一人で好きな休日の過ごし方を喋っとってください。俺はこっちで相談してるから、うん、それ嫌ですよ。寂しいじゃないですか。じゃあ、形だけ聞きますわ。聞くとする。休日とかは何をして過ごすのが好きですか？もう本当にどうする。本当に意外と NG パソコンとか、そうですよね、ネットを見たりとか。またパソコン言ってるで。いや、本当にもう一日パソコンの前で動画見たり本読んだりとか、そさっき聞いたアニメと漫画見たりとか、それで一日が終わってくんですよ。それが本当至福なんですよね。今は逆になんか体動かしたりとか、ライブぐらいですね。ああ、じゃあライブをやる以外はあんまり体も動かさずに。そうですね、お子様メニューが好きで。そうです。ジャンクフードが好き。なんか好きなように生きてるね。不思議やな。ほんで昔のポップを思い出して歌書いて。すごいなんかダメな人。でも事実なんですよね。なんかそれなんか一個一個並べられると悲しい気持ち。なんでやねん。胸張って生きていこうや。さっきメダルさんに友達いなそうな喋り方。すげえ気にしてる。いや、なんかあかん、メンタルが。トリさんまだメンタルが。だってさっきなんかすごい頭いいでしょって言われて、そんなことないです。でも喋り方は頭いい人のそれの喋り方だよね。そして友達がいなそうな。トリさん結構根に持つ。もう多分ね、これ2年後3年後にね、なんかあの時絶対あの時も。いや、でも俺すごいなと思う。この個性ってすごい興味がある。俺は実はすごいあって喋りたいねんけど、なかなか突破口が見つけられへん。逆にそのなんかこうどっから入ろうっていう選択肢が多すぎて、謎が多すぎるんで、そこのどっから切り崩していけばここにたどり着けるんだろうっていうのが。だからまあ月並みやけど、お酒飲むとどうなるんですか？そんなに変わらないですね。あんま変わんない。まあたまに饒舌になる時はなくはないですけど。、うん、テンションが上がって上がっちゃって喋りっぱなしになる時はあるけど、でもさほど変わらないですね。基本一定ですね。それからもう気持ち悪くなる。気分がね、そうかそうか、飲みすぎたな。いや、だから俺が興味あるっていう理由の一つは、ね、ほらリダって特殊な人やんか。そうですね、そうですね、うちの中で特殊な人やから、この特殊な人が結構、そうなんですよ、この距離がすごい近いんですよ。近いんですよ。そうですね、それすごいいろんな方が言いますよね。うん、でもそれはね、やっぱすごく、俺らからすると一つのバロメーターで。そうですよね、面白いんですよね。だから何やろ、何やろこの関係性、共通項は、みたいな。だから今書いてあるけど、似た者同士なのかも、っ
ていう。似てるんすかね。似てんのかな。まあでもリーダーもポッポするタイプかそうですね割と恋愛はもう8割恋愛で歌詞もどうやってリーダーの歌詞もポッポした歌詞ばっかりが、ね、ロマンチックな歌詞が多いですね。ミキヤさんは。いや鳥様の方がロマンチックな曲が多いわ似てんじゃんやっぱ似てんじゃん。皆さん結構妄想で書くかって聞いたんですけど。ああ、もうそう恋愛ものはね、うんうん、ロマンチスト、ね、映画とか好きですもんね、皆さんね。映画結構見るし、あ、トリさんも映画好きなの、うん、映画まあまあ見ます。まあまあ見る。例えば何の映画が好き、どういう系が。プリティウーマンすごい好きなんですよ。プリティウーマンおー、ビデオ名作名作買いました、ビデオ。ビデオあの時代あの時代だからあの時代だからで、やっぱよく何回も見た。あれは泣きました。こうやるところ、あの、わかります？最後。わかんない。わかってないですか？カニの、カニの、あの、カニのものです。ロバートじゃない、あの、主役の人。リチャード・ギアが。うん。これ最後。それがすごい泣いた。泣いちゃったの。高所恐怖症なのに頑張って、あの、ジュリア・ロバーツに行くところまで行くんですよ。それで、登ってきてこうやってやる瞬間がもう。ああ、泣いちゃう。泣いちゃう。そうか、いやもうだいぶ前から覚えてないな。なかなかね、プリティウーマンってもね、20年ぐらい前だ。リーダーはだってあんま見ひんもんな。割と全然多分プリティウーマンも見たことあるんですけど、好きなジャンルとしては全然入ってないと思うんで。リーダーの極端やん。ホラーか、うん、カンフーか、あとは服着てない女の人か、どっちか。それはちょっとね、まあまあ、しいし、しないの話ね。そこまでにしといてくださいよ。ほら、こういう返しってあんましないですか？一回乗っといて、乗りツッコミできないんですよ。あ、今日覚えて帰りましょうよ、じゃあ。そうそうそう。いや、それなんかできないんですよね。もう固くらに多分頑固なのか、いや、それは違います違いますって言って。いや、でも武田さんはパスが上手だから、うん、多分できますよ、鳥さん。いや、乗りツッコミはちょっと難しいですね。いや、だから一回認めればいいだけなんです。そうそうそう。あんまり考えずに普通に、うん、そう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 ってバカだけでもいいから、うん、それやみたいな。一回だけやってみればいい、うん、なんか言ったものは試しじゃん。そうそう。だから例えばこれ、あれ今日24時間テレビ、そう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 、なんでやねん、声ちっちゃい声ちっちゃい頑張ったけどね。でもいいでもいいでもいい、これが第一歩。いや、これ無理ですよ多分。めちゃめちゃ頑張ったんですよ。ツッコミが関西弁でしょ。無理です。声めちゃくちゃちっちゃかったけど、そこをやれるんやね。俺はそれはすごいと思う。何がですか？あのやってみようよっつって、うん、でも腐るのはそういうタイプ、ね、やってみようよっつって、でも大体ちょっと照れてもうて、いやいや無理ですって、無理ですってってやらないタイプ。でもそこでやれるタイプは、ね、まあ、まだ可能性は秘めてる。まだなんでやねんまで行きましたもん。そう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 、声ちっちゃかったけど、声ちっちゃいとこがまた可愛い。拾ってくれてたんですかね、これ。大丈夫声張らないとって。いや大丈夫大丈夫、そうだね。泣き顔が出てますよ、ブワって。大丈夫、それカニの、ずっと前のやつやわ。カニのやつ、カニのやつ、カニのやつ。あ、そう、カニドギアの話や。カニ、おえ、何カニドギア。そういうのね、だから聞かずにさ、そこ乗ってくればいいじゃん。カニ？カニやね。いや、深く考えない。そう、スズってきた。ダメです。ノリツッコミって体に染み付いてないとできないじゃないですか。そんなことないって。好奇心、好奇心。好奇心？好奇心。好奇心。やってみようとかさ。気持ち、気持ち。そんなね。大丈夫ですよ。あのステージがやれてるんですから、大丈夫です。そうや。いやー、楽しいね。大丈夫？緊張は解けてきましたか？と緊張してます。まだあんま分かんないんですけどね、見た目がこう緊張してる時としてない時って。割とポーカーフェイスだね、うん、でも一定って感情がないみたいに言われますね、よく。一定すぎて、ね、確かに、目が笑ってないとかよく言われます、ね。だから、あのイラッとしてるおっさんからはすんごい怒られそうや、ね、あ、それすごいな。人によってめちゃくちゃなんかバカにしてんのかってすんごい怒られそう。それはあるかもしれない。思ってないことを言うな。なんだよその君の態度はみたいな。別に全然そんなことないのにね。そうなんですよね、多分誤解されやすい。そう、でも損してる時あるかもね。あるかもしれないです。あいつ態度悪いなって多分なんか言われてるかもしれない。多分ね、普通に思ってることをちゃんと言うてるだけなのに、ライブハウスの人からすごいなんかあいつ感じ悪いなって絶対思われてる。あのやっぱなんか先輩の方とか対バンした方も、あれ普通だねって最初会った時なんだこいつって思ったってよく言われます。ちゃんとしてるからやろうな。
喋り方真面目なんですよ、ね、真面目でしょ、なんか言う時も淡々とこの要点だけを述べるんで、あその僕は逆じゃないですかその間が長いんでたどり着くのが遅いから、ね、そうなんですよ、要点何やったっけって言われるんですけど真逆なんで、そういう意味では誤解されやすいかもしれないです ね、 そうですね、よく言われました、第一印象悪かった、うん、性格悪そうだ、なかなか珍しいですね、そういう第一印象の悪いアイドルってほんまやな、好感度だけで売ってるアイドルをいっぱいおるんで違うんですよ、新人類のアイドルなんですそうか、早すぎたんですかね、早すぎた、遅すぎたんですか、早すぎた今からですね、今からでもね、あのトリッキーさんのツイッターとか見るとあれじゃないですか、いつもなんか誰かしらとなんか仲良いお酒に写真撮ってるじゃないですか、良さげ良さげ引っかかる言い方をつけてくるよええんやいやだから友達多いんだろうなっていう、でもない、少ないって言われたし、面白いな、そんな、そんなトリさんもトリッキーとしてはもう10年、そうですよ、そうですよ、すごいですよね、10年トリッキーをやってるわけ、もともとトリッキーって名前の由来は何なんですか、さっきも同じことを聞いたあ、ごめんごめん、バンドをやろうと思っててトリックスターなんとかなんとかっていうのを考えてます。あったんですとかなんとかなんとか。それがバンドメンバーが見つからなかったんで、うん、でもう時間だけが経ってこれはまずい。とりあえず何かしなきゃと思って一人でやるっていう時にトリッキー。で一人っきり。一人っきりになって、その結局ずるずる。一時ホームページとかにもメンバー募集載せてたんですよ。こっそり。誰も何も連絡なかったし。こっそり活動中も最初の頃はミュージーって何やなんだっけ。ミュージーでしたっけ、あのバンドウィズナインとかにあのメンバー募集もこっそり載せてたんですよ、うんうん、でも誰も集まんなくて、うん、結局そのまま削除して、うん、メンボネットオフ会とかも行ったんですよ、うん、結構だからそこまでするってことはやっぱバンドというものに対してすごい、そうまあね、ボーカルっていうのがあって、あのベースとか話しかけに行かなきゃいけないんですよ、えそういうのあるんですか、あるんです、あるんです、原宿アストロホールに行って、原宿アストロホール、そこでやるオフ会みたいな、メンボネットオフ会って言ってメンバーいない人たちが集めてメンバーを探そうぜっていうのでボーカルって貼ってベースとか、うん、誰とも話しに行けなくて、うん、ずっとこうやってかわいそう、なんか、うん、でなんか隣に喋ってないとボーカルなんですか、僕もです、あんまいないですよねとか、はい、終了ですみたいな感じで、そこからそこでできたバンドで売れたバンドとかあんの、さあわかんないですね、絶対ないような気がする、絶対ない、なんで来ちゃったんだろうと思いましたすごいこれ貼ってもう悲しいと思いました、アストロホールにはなんか苦い思い出があります、そう、それで、そうです、でもね、あのコメントも来てますけど、トリさんの行動力やっぱりすごいよ、そうですね、行動力ありますよね、そういう意味では、そうや、うん、海行かへんけどネットサーフィンしてさ、あ、マイコってこれどこですかそう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 、海じゃないねん、いやいや、とりあえず手出していこう、いろいろやっていこう、第一歩がね、どうぞ、はい、まあね、もう10年ということで今年はあれですよね、 WWW で10周年記念のライブも、はい、そこではもうバンドですもんね、そこはバンドメンバーもソロ回りつつバンド回りつつみたいな、うん、まあ、本当にね、10年やるって簡単なことじゃないですから、そうですよ、やっぱり、ね、しかもアイドル、アイドルとして、アイドル10年やったら大したもんやで、大したもんです、なかなかアイドル10年やらへんやろ、みんななかなかね、10年経ったらだって18の子でも28なわけやんか、そうです、おっとでも余裕だけだったら年取らなくて済むじゃないですか、ずっと15歳とか言ってれば、そうやね、そういう人多いからな、今でも大体みんなそう言うやん険しいいや最近の自称アイドル系の人は、でもそこには負けずにいけばいい、逆に減らしていったらいい、次14だんだん分かるそう言ってるうちに9歳になっちゃったけどどうしたらいいですか、あ、拾った方が今拾った方がいい、大丈夫大丈夫大丈夫、そんなトリッキーさんですけれども告知の方、はい、はいはい、ご用意していただいている、はい、告知ですね、うん、まあ、とりあえず明日、はい、ライブがあります、おお、そうなんですね、はい、忙しい、トリッキーブランドロイド虫けらトップスという共同主催、うん、フォーマンライブが恵比寿クラブウェーブ四つ的があります、お、ゲストに松茸ワークスさん、オープニングアクトに YKC さんをお招きしてお届けするとても楽しいかき氷を売ったりね、輪投げしたりとかするんですよ、へえ、なんでよかったら明日なんで来てください、
本当ですね。はい。あとワンマンツアーがあります。お。この初めてライブをやった土地でワンマンライブをやろうっていう、もう本当に本当にお客さんが0とか1でライブを初めてやった時のライブハウスでワンマンを今年はやろうかなっていう。ああ素晴らしい。すげえな。そう。トラウマいっぱいのライブハウスとかもあったりするんですけど。あ、じゃあアストロホルマン。アストロはちょっと広いかな。さっきさんざんその振りかと思うがな。それは出てくると。それは拾った方が良かったです。大丈夫。真面目なんだからもう。行こう行こう。そう、名古屋、8月の30日が名古屋ミュージックファーム。お、9月20日が大阪クラブマーキュリー。お、そしてファイナルが10月11日神楽坂エクスプロージョンで、この日、黒服限定ギグなんです。お、一応やってみたかったんですよ。おお、すごい。あったじゃないですか、昔、うん、ルナシーさんとか、うん、ルアージュさんとか、うん、それをやってみたくて、やります。でもトリッキーさんとかあんま黒服っていうかスーツな感じじゃないですか。僕でも一応ああいう PV でも使ったことあるから、カズシさんみたいなの持ってるんですよ。あ、そうなんですか。じゃあそういうガチな黒服でいいんですか。いいですし、別に T シャツでもいいです。あ、黒だったらいいんだ。バンドやりたくて衣装だけ買ってたんです。着る機会がなくてワンマンとかでちょっとずつ出してる。なんで黄色なの。これは別だ。ひよこやから。そうひよこカラーです。ひよこカラー。じゃあもうひよこやけど当日は黒くしてこいよ。この日だけはそういうカラーひよこで来いよ。いうことや。カラーひよこで黒黄色限定器具とかの方がお客さんやろ。なんで急に黒なん。いや、なんかやりたかったんだ。やりたかったんだ。言いたいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。黒限定。黒限。黒限。黒はかっこいいと思ってんだよね。うん、憧れで衣装まで買ってなかなか着てなかったのが、あ、まあちょいちょい PV とかで。やっぱ黒鳥様はちょっと悪かったりするの。ちょっとビジュアル。へへへへへへ。血とか入ったことある。マジで。あ、オジーみたいになるやん。和製オジーオズボン。完全にオジーになるやん、ね、ここに書いてある鳥ってオジーみたいな。ほんまや、書いたらええねん。そうだ、それそう、別キャラをもう前から言ってるんですよ、僕実は。おう、鳥様別キャラでやってみようよと。おう、おじ様って。おじ様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 って黒い黒ずくめで、もう和製オジーオズボンとしてやってみようよと。で、普段文句ばっかり言ってるんで。言ってないですよ。学校で文句ばっかり言ってるんで、その思いの丈を言われるキャラクターを、そう、した方がギャップも出て面白い。今書いてるけど、ほんまオジみたいにニワトリ頭からカズーやってチッタブラー出しちゃったんや。その時はリダさんが曲書いてギター弾いてくれて。いや、絶対弾く。そういう文句と、そういう条件をずっと。ランディ・ローズみたいに。リダンディ・ローズかな。ちょっと感じましたよ。リダンディ・ローズ。え、やったらええやん、そんなで、ひよこたちに、お前ら、おおおできる、できる、いける口やん。今日は生かして返さないぞ。おお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 うちのボーカルだ。ツインボーカルだ。しかも今なんか殿様みたいにベースはほら面白い。そういうのもね、やっていく、ね、やっていく。見たいっていうコメントもいっぱい来てますよね。お、本当だ。ほらできるかもしれない。できるかもしれない。10年経ったからもういろんなこと何やっても許されるよ多分。本当ですか。うん、大丈夫大丈夫。そしてあとアルバムが出ます。10月にやった。タイトルが実は決まってて、まだ言ったことないんですけど、うん、じゃあ今日初めて。マジで。お、マジか。ありがとうございます。タイトルはお一人様。あれダメ。自信持ちなし。終わりが分かんなかった。もうドーンって言ってくんないと。お一人様っていうタイトル。お一人様っていうタイトル。お一人様。まだこれどこでも言ってないですよ。書いてないです。お一人様、まだだって書いてないです。表記はひらがな。ひらがなでお一人様にして。鳥はあのカタカナ。いや、そう思ったんですけど、字面がやっぱり平仮名の方がいいかなって思って、お一人様。お一人様。おお。なるほどね、鳥様とかかってるわけですよね。そうです、そうです。お一人様。何、あのジャケットはイラストレーターの。宇都丸さん、声優の上坂すみれさんのジャケットとかを描かれてる方なんですよ。へ、う、ぇ、んDVD とか CD を描いてる方が、なんと鳥の CD も描いてくれることになります。そうそう。ほんで、アレンジが。アレンジはマイナス人生オーケストラのハルくんが。なるほど。打ち込みとかで、ギターは同じくマイナス人生オーケストラのユッケさんが弾いてくれたりして。すごいよ。今晩です。うん、おお。ほら、
友達多いじゃないですか。ありがとうございます。そうやってお願いしてやってくれるのが友達だよ。ありがとうございます。だからこれでみんな友達だよ今日。あ、やったね。なんでやねん。いやいやいや、今違うから。いやなんでやねん。どうすればいいんだろう。いいよ、でもそういうこと、そういうこと。じゃあとりあえず俺らはもう今日お約束したから、はい、黒鳥様を、はい、この鳥居オズボンやけ、おじさまです。おじさまをやろう。おじさま、うん、アルバム10曲入りじゃないですか、このアルバム。そう、10曲入りと見せかけつつボーナストラックが1曲追加されて11曲入りになってるんです。おお、すごい日本版ゲーム。もう最初から11曲って言った方がいいんじゃないですか。そうです。やばいな。もうちょっと戦ってよ。こだわりないと思うんですね。全10曲にもうプラス1曲ってことか。もう1曲入ってますって言うっていうことは全11曲入りですね。じゃそれはアレンジがハル君とかじゃないんですよ。また別の方がやってくれて、ギターも別の方。ボーナストラック、シークレットトラックではなくて、ボーナストラックです。ボーナストラックとして入ってる、はい。うーん、おー、それええやん。すごい、それはね、楽しみですね。10年目にしてね、はい、またニューアルバムで、はい、新しい鳥様、はい、もしかしてその1曲はおじ様の、はい、ちょっとした匂いが感じられる曲なんじゃないの。そうですかね。いやいや、そうですかね。おじ様の匂いってどんな匂いですか。いや、それ分からへんけど。でみたいです。じゃあそれで、それでいこういこう。とりあえずおじおズボン聞いて勉強して。でもクレイジートレインは知ってます。ああ、そうなの。お、じゃあギター教室に半年通ったことがありますけど。その時にリフの練習しました。へえ、いいじゃないですか。それだけは弾けます。リフだけ。じゃあいけるやん。リフだけでいけますか。大丈夫、大丈夫。なんでやねん。乱用しすぎ。いいよ、いいよ。よろしいですか、こっちは。いいですね。ちょっとだいぶサニーさん困ってるけど、大丈夫。どこかなと思って、最初からやっぱ。大丈夫。じゃあですね、はい、一旦ここでですね、鳥木さんどうされますか。どうされますか。そんな扱いあるか。どうしたらいいんですか。じゃあちょっと最後まで付き合っていただいて。じゃあいます。はい、はい、その代わりもうさっきまでのようなあのゲストとしての扱いないので、そうそうそう、ここからはサバイバルだから。そういうことです。メンバーみたいな感じ。そうそう、だからあの割って入って今度話振ったりせえへんから、もしかしたらここにずっといる人になるかもしれない。本当に感じになっちゃう、一人っきりになっちゃうかもしれない。あ、そう、お一人様になるかも。返事はどんな流れかな。はい、じゃあ次のコーナー行っちゃいましょう。はい、はい、忍者マンジャパンの即興曲コーナー。よいしょ。このコーナーでは我々忍者マンジャパンが即興で曲を作ってしまうというコーナーでございます。はい、はい、まあ、曲を作ろうと言ってから早半年。まだできておりません。ゆっくりゆっくり。俺久しぶりやからさ。そうなんですよ。ちょっと逆に、はい、まあ、6ヶ月かけてですね、僕らちま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 曲を作ってきて、まあ、おりまして、うん、まあ、ある程度現状ね、うん、現状一応ワンコーラスがありまして、うん、それに対して歌詞をどんどんつけていってて、うん、先月は、うん、2番に突入の歌詞を突入してて、うんうんうん、それでもうこれで大体できたんじゃないみたいなノリでしたよね。でしたね。一回じゃあちょっとおさらいで聞いてみますか。はい、じゃあ一度聞いてみましょう。鳥さんしていただいて、はい、鳥さん、あの仮歌のバージョンなので、はいはい、まだ新しい歌詞は入ってるのはないです、はい、あ、了解です。即興なんですか、これは。そうですよ、この場でギターを持ってきて、まあ、今は持ってきてないんですけど、あの、はい、最初は即興で作ってた。今は、うん、今はもうみんなの力を借りて、もうね、できてるんですよ。曲はできてる、曲はできてるんですよ。あとシートを歌めろ、うん、鳥様の好きなフレーズとか、ベイビーベイビー、ベイビーベイビー、うん、ベイビーベイビーが好きなんです。嫌いじゃないです。嫌いじゃない。好きって言ってくれると。ベイビーベイビの楽しみ、ゲスト迎えてトークショー、ルーレットに手裏剣投げて、君のハートも静かに、ジャッコが人に待ってます、麦茶片手にスタンバイ、あっという間の90分、喋りすぎでも許してね、パチパチダンクスタン急に仕事の疲れを吹き取るけ
はい、こういうような感じ。ええ感じやん。かなり出来上がってるんですよ。の、はい、まあ、歌も入ってる。楽しそうやん、すごい。そもそもこの番組のテーマ曲を作ろうというところから始まり、まあ、うん、A メロ、B メロ、サビと、できておりまして、うん、で、まあ、視聴者の方にですね、歌詞をね、毎月募集しているんですけれども、これは今回、いついただいたということで、うん。うん、ハッピーネームアンガールさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。良い子も悪い子も仲良くニコニコ生放送っていうのいいんじゃないかっていうお便りいただいておりますけども、これ今は 2A を作るの、うん、2A が一つワンフレーズ決まってるのね、これね。踊る、そうですね、うん、踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊るアナソンソン、うん、これはね、あの某福助くんのフレーズにも似てるんですけど。あ、そうね。彼はよく言ってるんで、これはライブ中に、うんうんうん、これがあって、で、今今日アンガールさんがくれたやつはこれ、良い子も悪い子も仲良くニコニコ生放送、これは B メロ、 B メロか、これは B メロか、その続きの A メロの 2A が多分ね、もう一回しあれば、まあそうですね、まあ、バランス的にはいいんですけど、うんうん、で、文字数的に大丈夫、それはね、A メロだったら、うん、忍者マネージャージャパン、タカタタカタカ、金曜8時のお楽しみ、ゲスト迎えてトークショー、ルーレッ、あ、ルーレッ、歌って、え、何それ何やねんそれ、え、今何をしてんの、難しかったもんね、え、今何をしてんの、メロディーをはめてる、じゃあ踊るアホ、踊るアホ、踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊るアホ、ソンソンって、そうそうそう、まあ B メロに行ければいいかな、うん、だから、うん、入れるとしたら2枚の、うん、上段部分というか、じゃあ上段部分にこれ入れてみて、良い子も良い子も悪い、良い子も悪い子も仲良く、ちょっとなんか空耳アワーみたいになってくるなまあ終わって、なんとか、なんとかニコニコ生放送、そうね、入ればいいんですよね、ゆっこも、ゆっこも、ゆっこも、そうね、ゆっこも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 、仲良しさとか、うん、仲良くね、仲良くね、いつもは、いつも、うん、にく、どっこいニコニコ生放送、どっこい、かわいっこ、仲良くね、どうさま、ニッコ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 、2つ、音2つ、ニッコ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 生放送、オッケー、ええ、ニッコニッコ、繰り返しの疑惑ですよ、ニコ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 生放送、良い子も悪い子も仲良くね、ニッコ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 生放送、あ、いいですね、ほら、いいじゃん、いいじゃん、で、踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊るアホ、ソンソン、トゥ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 、またビーメロ、パチ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 って分かる、あの、ハチハチって、はいはい、あのコメント読んでる、あれよ、あれあれ、あれあれパチタク、じゃあもう、え、2A は決まったとして 2B やの、 2B っすね、 2B どうしましょう、うん、どうしたの、どうしたの、はい、トリ様何か、でも 2B ってビューボサロバの、お一人様に入ってる歌詞なんかちょっとちょうだい、すげえ、まだ発売前のアルバム、圧力がすげえちょうだいや、ちょうだいや、5曲目の、5曲目の何かワンフレーズいただけないでしょうか先生、先生、でもつなげないとですよね、いや、いや、あんまり考えなくていい、文字数多分どうせ前向きな歌多いでしょ、トリ様、いや、ベイビー入れようか、ベイビー、ベイビー、ベイビーはね、トリ様のラブラブファイヤーとか、トリ様のね、B メロは結構ね、急にね、ボサの雰囲気が変わるんで、パチパチたくさん嬉しいな、トリ様も考えてって来てますよ、仕事のつらいも吹き飛ぶぜ今夜もいい夢見れるかな、ベイビー、言葉はそう遅れ、じゃあこれがメロディ、うん、そこ今日でなかなか出てこないもんですね、これ難しい、いや、こうポッポする感じの、トリ様座右の銘は何ですか、座右の銘は酒を選ばず人を選べた、ほぽっ
ポポ出た。ポ明日は明日の風が吹くとか。ああ。明日は明日の風が吹く。もらおうもらおう。で、そこで風、明日は明日の風が吹く言うてるから、仕事の疲れも吹き飛ぶぜ。つながるやん。風でね。同じのを使うんですか、2回。使っても大丈夫ですよ。サリトンが歌うときに苦労するだけ。うそうですね。明日の風が吹くね。心の疲れもとかにしようよ、じゃあ。心の疲れも吹き飛ぶぜ。うん。ね。うん、ふぅ。今夜も、いい夢見るかな。ベビー。ベビーで、そこに入れる。ベイビーのニュアンスが全然鳥様風じゃないっていう。どうなん鳥様のベイビー。鳥様は曲中に大体ベイビーベイビーっていうフレーズを言っとけば大体どの曲も当てはまる。俺それ一番失礼やと思う。すごいね、オールマイティな言葉があるんだ。どの曲でも大体ハマる。ハマらないです。大体ハマる。そこは否定していこう。そうやな。もうちょっと明るいんですよね、鳥様の場合は。歌詞は暗いですよ。でもあ、そうなんや。ネガティブな。おー、そこ人間がどっちかというとちょっとネガティブ。そうですね。人間性が出てしまう。ポジティブなのが 1,2 曲ぐらいしかないです。そうなんや。じゃあ今夜は、今夜もいい夢見れないなで。見れないな。ベイビー。ベイビー。今夜はお前とランデブーとかじゃないですか。おわ、今夜はお前とランデブー、ベイビー。合言葉はすぐ。これじゃあもう B メロは、B メロはさ、もう最後の、もうこれ意外に決めよ。そうですね。次回で完成させよ。はい。だから B メロは今多分とやっつけてやると、もう絶対面白にしかいかへんやん。そうですね。面白じゃないですか、これ。一応みんなで作るって言って、面白い要素も含みの。面白じゃないんですか。だからやっぱそれもったいないから、そうですね。来週決定の意味も込めて、しましょう。最後の募集もしつつ、来月な。そうですね。そうしよう。来月、来月。じゃあもう、2番の B メロですね。そうやな。だから、いわゆる、引き続き募集で。1B で言うと、パチパチたくさん嬉しいな。仕事の疲れも吹き飛ぶぜ。今夜もいい夢見れるかな。合言葉はそう聞かせておくれになる。これの、パチパチたくさん嬉しいのは一応鳥様から今明日は明日の風が吹くっていうのが来たから、なるべくそれを生かしつつのことにして、で俺的な要望で言うと今夜もいい夢見れるかな、後にできればこうちょっと吐息混じりのベイビーが入る感じが、吐息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 でねって思う、吐息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 でねって思う、レコーディング行った方がいいですか。ある、もしレコーディングすることあったらね。今断られた感じです。大橋に機会があれば、まだそこまでの具体的なティーブ。なんか機会があればお願いするので、回されちゃったのかなって思って、ちょっとしょんぼりしちゃった。おじさまやるから大丈夫ですか。はい、じゃあそんな感じで引き続き募集しますので、はい、よろしくお願いします。お願いしたい。すげえ歌乗ってるよ。そうなんですよ。な、飛んできてきてるんですよ。楽しいよ。結構生でやったらかっこいいと思いますよ、これ。かっこいい。たかたたたたた。でもまたあれやで、リーダーが言う鳥様の歌じゃないけど、大体あいつらじゃ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 忍者マン言うてるなって言われるで、俺ら。そうだ。いやこれ難しいっすね、やっぱり忍者マンジャパンというワード自体がね。 それを入れようとすると大体メロディーをつけるとね、そうやんな、じゃじゃね、皆さんね、じゃってやっぱり強いしね、強いとか、そうやんな、大体じゃ言うといたらあいつらの歌ええねんって言われる。忍忍じゃダメなんですか。忍忍だってなんかちょっと弱い、こもるじゃん、ファンキーな感じがするやん。あ、ファンキーじゃないわ、なんかファニーな感じがするやん、子供っぽくない。忍忍忍忍忍忍、やっぱり服部君のイメージが強いし、ああ、もうちょっとなんかこう大人っぽいというか攻撃的というか、ね、そうですね、じゃ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 、まあじゃあ引き続きご視聴しますので、はい、たくさんの応募お待ちしております。はい、ということで次のコーナーですけれども、次のコーナーは忍者マンジャパンの告知コーナーということで、おいおい、僕たちライブがガツガツと決まっております。はい、10位、はい、っちゃいな、10月18日、はい、日曜日イベント出演決定しております。こちらはワールドビジュアルフェスティバル、うん、そうですね、海外のもう、これ楽しみだね。そうですね、いろんなバンドさんが、そうだよ、はい、
いっぱい出て、もうイタリアとかドイツとかタイとかもスウェーデンとか忍びの里とか宇宙とか仙台とか東京とか、うん、もうたくさん出ますので、うん、はい、ぜひお越しくださいませ。はい、チケットは、はい、チケットももう発売中ですね。はい、そして、ホームページとかにテンポ悪い、はい、ひどいなお前。いやこのライブの詳細はホームページね、そう、はい、ってるわけね。詳細は忍者マンジャパンの公式ホームページをご覧ください。ご覧ください。ダーツで刺すぞお前。危ない危ない。そしてここは声を大にして言いたい。おい、いいよ言うてくれ。はい、8月24日にですね、僕らですね、まあ、先月からですね、いろいろね告知させてもらってますけれども、僕ら YouTube で5分間番組、はい、うん、忍びの戦士忍者マン疾風怒涛編というですね、はい、YouTube、番組ですね、公開してますけど、それの記念ライブ、おい、ニンマンライブ、あ、うん、ということでございます。今回はですね、趣向を凝らしまして、はい、ただのワンマンライブではなくてですね、うん、1部、2部、3部とですね、僕たち忍者マンジャパンのね、このコンセプトを大きく3つに分けた、大きく3つに分けたちょっとライブ展開をしてみようかっていう、はい、コンセプト的なライブになります。だから忍者マンジャパンというものをね、興味を持たれた方がね、うん、ちょっと入りやすいというか、もう入門編としてこれを聞いておけば、そう、忍者マンジャパンより楽しめますよという。そうですね、うん、でも僕的に結構これなんか、まあ、我ながらというか我のバンドながら、うん、うまいことこう切り分けたなと思うんですよね。やっぱ僕らって激しさがあってね、聞かせるがあって、でお祭り騒ぎがあるじゃないですか、うん、まあ、大きく分けるとね、そう大きく分けると、うん、でももっともっと言い出したらいっぱいあるわけじゃないですか、楽しめる要素がね、うん、例えばやっぱりこうお芝居、ああ、ね、そうですね、お芝居、お芝居の忍者版、お芝居の忍者版もあり得るじゃないですか。フリートークの忍者版もあり得るからね、あり得る、盆踊りの忍者版、盆踊りばっかりやる人に見せるこれはいろいろあるからね。ありますね。その中でのよりすぐりの3つが今回と。そうですね。でその YouTube の番組を見て、忍者マンジャパンって本当に音楽やってんのか、はい、あいつらと。PV とそのなんかしょうもないことばっかやってるけど。しょうもない。しょうもない。しょうもないということで。ぐだ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 いろいろ喋ってるけど、はい、ちゃんとやんのかっていうところを、そうですね。ちゃんと本当にやってますよ。よかったら見に行こう。ちょっと声高いんですか。やってますよっていう。もう確かめに来てもらいやすいように、あ、そうですね、初めての人でも入りやすいようにということで、はい、1回1500円で、そうです、バンドだというところ、そう、うん、激しいトリッキーと、はい、で、あの1回チケットが、まあ、1500円で販売されてるんですけれども、なんとですね、はい、その投資券チケットっていうのも用意しておりまして、うん、お、はい、こちらの方ですね、まあ、4000と、3回ね別々で買うよりリーズナブルになっておりますので、はい、ぜひともね、こちら優先入場特製パス付きでございますので、お、ぜひともねチェックしていただきつつゲットしてほしいなと思います。はい、でファンクラブ優先の方も終わったんですけれども、一般発売ですね、お、チケット一般発売の方は、ローソンさんの方で、はい、チケット取り扱っておりますので、はい、詳しくは忍者のオフィシャルサイト、こちらに載っておりますので、ぜひともご確認お願いします。はい、よという感じですかね。うん、はい、そしていっぱいありますね、いっぱいありますね。じゃあちょっと伊沢さん、こちらのオフィシャルファンクラブドリーマーズのご案内を。お、なるほど、うん、まあね、ドリーマーズというねファンクラブはねこう継続してあるわけですけれども、はいはい、まあたくさんね会員特典もありますよ、うん、会員証とか、うん、開放とか、うん、はいはい、チケット先行発売とかね、うんうん、ファンクラブ限定イベントこれだよいますけどね、うんうん、ファンクラブツアーツアーやります。ファンクラブページ内会員限定のコンテンツ、これ毎週ですからね、多数ありますからね、毎週ですから、そうですよ。まあ、今までやったというところで言うとね、うん、やっぱ発足記念イベントやりましたね、忘年会とかね、はい、僕のバースデーイベントなんかやりましたね、やりましたね、やりましたし、そしてファンクラブ旅行もね、あ、楽しかった、やりましたしね、うん、はい、まあ、もういろいろやってるわけです、はい、でもう先月はね23日もやりましたし、うんうん、まあ、ファンのね忍び隊の皆さんとの触れ合いを行っております。うんうんうん、はい、そして2016年、はい、来年春、お、はい、これまた一泊二日のファンクラブ旅行を計画中です。やったー、イエーイ、おー、次はどこ行くんだい。またまた善光寺に行くのか。また同じルートをたどるのか。いやでも僕前回は超楽しみましたからね。まあね、楽しかったね、うん、ね、このファンクラブ入りたい、うん、どうしよう悩んでる方もいらっしゃると思いますんでね、うんうんうん、そういう方はですね、この入会もろもろ継続のお申し込みはですね、はい、最寄りのローソン、うん、ミニストップに
設置されているロッピーもしくはローチケ .com で、はいはい、いけるということなんで、いける、いけるよ、です、なんやこれですよ、誰が喋るですよ、いけるんですね、そうです、はい、まあ、じゃあ入会募集中ということでね、ぜひとも、はい、トリキーさんも入るみたいから、ファンクラブですか、うん、ジッピーですか、ジッピー、あ、おごり、これちっちゃいなおい、おごりって、まあそしてですね、お次はですね、はい、まあ先ほどもちらっとお話しましたけれども、はい。YouTube ですね、OnTV にて5分間番組がスタートしております、はい、今週はですね、この後ですよ、うん、まさにこの、10時ですね、今日の、10時からね、第6回目がスタートされる、あ、放送されるんですけれども、はい、忍者マンジャパンがいろんなことに期待、挑戦するドッキリハラハラな5分間番組がスタートしています。おい、一体何が飛び出すか、乞うご期待。お、OnTV 公式チャンネルプレゼンツ、忍びの戦士忍者マン疾風怒涛編、毎週金曜日の10時に新作更新。よいしょ、はい、今日は今日は僕とデューイの回らしいですよ。はい、出た。さあリノ、これが見れます、聞けます、ぜひ。言っちゃうんだえ、なんで言っちゃうんだ何それ言っちゃってると思ってあれなんだそういうの出しちゃうんだ。いや、ちょっとぐらいはいいんだ見て、見てくれてるつもりで、ちょっとぐらいいいんだよ。まあ出しちゃう。だってもうあとすぐですかね、30分後。そうだよ、30分後だ、だからもうこのまま見てほしいよね。このままもう見てほしい。このままっておかしい、まあね、変に。でも30分空くとさ、中途半端にネットサーフィンしだしてさ、あ、そうだ、面白い動画とか見だしたら、そうだ、あ10時に見られへんかったって言って、でも逃しても見れるもんな、うんうんうん、まあそうですね、そこが YouTube のええとこや、ね、YouTube か、ね、YouTube です。そうですね、なんちゃらのええとこや、ね、そして、まあね、その、OnTV ね、ぜひともチェックしていただきたいんですけれども、はい、今回ですね、まあ、何やら、いつもですね、僕らお世話になっております、ローソンチケットさんからですね、お知らせ、はい、いただいておりまして、うん、9月1日より、うんうん、2016年1月17日、うん、はい、科学技術館、東京の九段下ですね、で開催される猫マーケットにゃんだらけボリューム1の出店ブースのお申し込みを受付します。お、詳しくはウェブで猫マーケットにゃんだらけで検索してご確認ください。うーん、ということなんですけれども、おい、これまあ、 あの僕らそうですね、うん、いつもローチケさんお世話になっておりますけども、うん、このにゃんだらけっていうね、イベント何ぞやっていうのは、うん、猫のグッズを扱うそうなんですよ。猫の雑貨で、猫に関わる全ての猫好きさんが集まるイベントを企画しているそうで、うんうん、それが1月17日にあるのね。そうです、うん、それの出店ブースの申し込みを9月1日からやるよっていうことですね。そうです、うん、はい、で、まあ、リンクもね貼ってもらえると思うんですけども、これ実はですね、はい、この、にゃん、あの、まあ、我らがですね、僕らのプロデューサーでもある大島明美さんがプロデュースされているということで、うんうん、で何気にですね、忍者からですね、うん、リラさんだとかリュウイがイラストを描いてるんですよ。はい、そうですね、描きました、まあ、描かされたって言ったら早いんですけどあれが早いねいや、そう、もちろん猫のイラストです。そう、猫のイラスト、はい、絵が上手な2人やな。そうです、そうです。これちゃん、わかります？違うわ。わかりますか？これは、あ、そうそうそう、これやんな。そうなんです。ほらすごー、だいたい俺ぐらいになるとわかるわ。そう、で、この実は2つ描いてるんだ。2つ描いてんの？うん、実は2つ描いてるんですよね。まあ、リラさん、デューイだけではなくて、さまざまなミュージシャンが、これや、実はそうなんですよ。福助さんとかも書いてたりとか。そうですね、へぇー、はい、トリキーさんは？僕はオファーなかったですねいや、書きますよとか言えばよ、もうほんま、あの、前向きに、前向きにオファーなかったのは俺らもなかったから。なかったです。そうです、それは前向きに。あんまり上手くないですか？俺はね、あんま上手くない。うん、いいよ。そうですね、まあなんでね、僕らとも、あの、まあ直接的ではないんですよね。いろんな、こう、接点を持たせてもらってるんでね、なんかちょっと楽しそうですよね。うん、うん、まあ、とにかく猫好き、猫に興味のある方が行ったら満足するぐらい。そうですよ、ですよね、うんうん、まあ、トリキーがいたら食われてまうな、猫にな。あら、ひよことがトリキーがな。あら、食べられちゃうんですか？ね、そう、猫やんだって。僕は食べる方ですよ。マジで？猫？うん、うっ、その心は？シャーやる。はい、というわけで9月1日より、ローチケ
チケットで出店ブースのお申し込み受付しますので、ご興味ある方はぜひともチェックをしてください。はい、はい、はい。じゃあそんなところでそろそろお別れの時間が近づいておりますけれども、鳥木さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。大丈夫ですか。すごい楽しかったです。ほんまですか。みんなとの距離がちょっと縮まった気がします。お、まあ、もう明らかに縮まったよ。そうですね、うん、ほら乗りツッコミ覚えたし、あシャアも覚えたし、シャアはオリジナルなんで。うん、鳥様あのいつもやられる挨拶あるじゃないですか。はい、なんとかなんとか、チャオ借金部はですか。それ最後にシャア入れる。チャオ借金シャー。あれもう一個なかった。1個なかったゴロゴロがいつもやってるやつね。プラスシャアを混ぜてくださいよ。チャオ借金ブワッシャー。おいだけっお前だけだよ、喜んでんの。シーテラってまた皆さんとの距離が少し離れてる気がします。これで一個一個、挨拶があるんですよ、ちゃんとした。チャオ、シャキンバ、アイドルってあるじゃないですか。あなんとかなんとか、なんとかですみたいな。自己紹介の時にね。で、全然挨拶やのに、あの名前も名乗らずに、チャオ、シャキンだけしか言わないの。チャオ、シャキン、ブワッ。トリンセイというところからやってまいりました。あ、その前の擬音的な、そう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 、つかみね。なんとかなんとかくるくるりんみたいなのあるじゃん。ああ、ああ、そういうこと。そうです。そこにシャアが、それにシャアが入ってしまう。やったっじゃあ今度イベント早く一緒になりたいな。本当ですよ。見たいわ、その挨拶を。チャオシャキンバあいつやらへんぞー言って裏でみんな思ってたりしてなあいつそばくりやないかー言ってシャア入れてください。はい、はい、よろしいですかね。まあ、トリッキーさんね、明日もライブということで、はいはいはい、お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ライブ頑張ってください。はい、で、次回の月刊忍者マンジャパンは9月11日、金曜日ですね。このチャンネルで生放送を予定しております。楽しみにしていてください。お願いします。このラジオでは皆様の投稿をどしどし受付中です。お便り投稿フォームからお願いします。特に新しいリスナーさん、ご入学どうぞ。ん？ん？あ、お便りの投稿フォームはハピラジチャンネルページからどうぞ。はい、危ない危ない怖い。はい、ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しています。はい、この番組はローソンチケットと RRJ の提供でお送りさせていただきました。というわけで、はい、次回もお楽しみに。月刊忍者マンジャパンでした。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。トリ様、トリ様、トリトリベビーベビー、シャー。Baby!